始まりはジョン・ヒューズばりのラブロマンスだった。私ったらそりゃもう暑苦しいほどに輝く瞳で、バッと突然の彼の死は私を不幸の似合う悲劇のヒロインに仕立て上げ、大竹しのぶ顔負けの涙涙ああ涙。ところがどっこい、あいつったら蘇っちゃって、ストーリーは一転してホラー映画。あわやあわや美少女の運命はって時によ、俺だよ。なんてあいつコメディみたく軽くって、はっきり言って私どんな顔していいか分かんなくなってんだよね。思ったほどあいつは世間を騒がすこともなく、何気なく社会復帰なんかしちゃって、はあ、私自身あいつがゾンビだってことをすごく小さなことに思えてきた今日この頃。ただ一つ問題は顔、あの顔なんだけど。よう、お待たせ。
そういえばあいつ昔からそんなハンサムじゃなかったんだし、ま、いいか。